おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。車が故障してしまったのですごい旅になりましたけども、おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。僕は、サッカーで街を元気にという授業を営みながら、Jリーグを目指しているサッカー選手です。今日はですね、練習試合の1日、その3食と、夜は、パーソナルトレーナーのケーターと、YouTube のチャンネル登録者数が10万人いてる、大学の同級生ですねと夜奈良で、ダイエットセミナーがあるので、そのお手伝いに行きたいと思います。そんな1日をお届けします。じゃあ練習試合行ってきます。 Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you say. はい、ようやくお家に帰ってきました。大雨ですね、大雨で、今日は90分出て、これで昨日も45分出たので2日で135分ということで、6日間で270分ぐらい出場しております。まあでもオリンピックの人はもっとハードなんかなと思うと、延長もやってますもんね。はい、それぐらいのスケジュールで体をビシバシ強化期間ということでしごかれております。で、この後はお昼ご飯食べにお家に戻って、夜奈良県でダイエットセミナーがありますので、少人数でコロナ対策に気をつけながら、食事の指導をね、パーソナルトレーナーのケータと一緒にやっていきたいと思います。ケータの YouTube のリンクは概要欄に貼っておきますが、もう僕が貼るようなレベルじゃないですよ。10万人ぐらいね、チャンネル登録者数がいる、もういろんな人を助けてるケータのチャンネルなんで、はい、僕もパーソナルトレーナーをしているきっかけはケータの食事メソッドをもらって提供してます。はい、じゃあお昼ご飯、そのケータのメソッドの食事を楽しみたいと思います。よいしょ。はい、ちょっとお昼寝してました。さすがに90分やった後はちょっと眠たかったっす。で、この後、奈良県に行って気をつけながら、食事のやつやってきます。じゃあ行ってきます。はい、ということですね、奈良県到着しました。ここが、大学生の頃ケイタと一緒に、まあ、あと他4人いたんですけどと一緒に、カニ鍋かブリしゃぶかしてめっちゃ臭くしたおばあちゃん家でした。で、しばらくここで僕奈良クラブにいた時ですかね、ダイエットセミナーのあとグループレッスンっていう形でフィットネス一緒にやったりしとったんですけども、そこを今回お母さんとケイタのお母さんとお父さんが改装してレンタルスタジオとして今ヨガしたりしてるみたいなんで、そこでセミナー行ってきます。
で考えるとダイエットが続かなかったりすることが結構多いんです。だとお尻がすごいでしょ。やりまくってもやりまくってもすぐ笑ってたりとかですね。もも裏をキャッチ、えそうですね、JAF さんを呼んで車が故障してしまったので鈴鹿まで帰ってきました。車は明日以降に修理するとして、はよ寝ます。すごい旅になりましたけども、はい、こういうこともあります。はい、ようやく、三重県鈴鹿市に帰ってきました。車がね、途中で故障してしまってちょっとハプニングに見舞われて、ちょっと12時超えてしまいましたけど、なんとか、鈴鹿に帰ってくることができました。で、たまたまなんですけども、その JAF の方が、初芝橋本高校の先輩との同級生やったということで、まあ、すごい偶然なんですけども、まああんまり話しないように、まあコロナやったんで、なんかあんまり話しちゃうとダメかなということで、まあもっと簡単に言うと横で爆睡させてもらって、結果的になんかこう運転せんと爆睡して帰ってきたということに、はい、先輩って知りながら寝てました。はい、はい、じゃあ明日また朝から練習なんで、それに備えて寝たいと思います。まあ、超ハプニングでしたが、この車はね、ちょっと一回トヨタ持って行って見てもらいたいなと思います。じゃあ動画を最後までご視聴いただいた皆さん、ありがとうございます。また次回もお楽しみに。じゃあまたねー。